はい、こんにちは、116ウィンズです。大谷さんとアクーニャの MVP 受賞が発表となり、各賞の発表は大体終わった MLB ですが、しかしオフシーズンが始まってからまだ大きな移籍に関する話はあまり出てきていません。そろそろそういった話題欲しいところであるんですが、動きが本格化する前に今回はこの冬マリナーズが狙うならどんな野手がいるかを考えていきます。あと1勝でプレーオフに届かず、しかも2年連続で同地区のライバルが世界一になってしまって悔しさ倍増な年になってしまいましたが、マリナーズが来年同じようになるためにはやっぱり補強、私自身が見たいというよりはフロントが好みそうという点を一番に今回は考えていこうかなと思います。マリナーズの現在の課題、そしてニーズをまず確認しましょう。マリナーズは一生打線が課題と言われがちですが、今年の WRC+107 は MLB 7位タイ、バレル率は3位、ハードヒット率6位と、実はトータルの成績はそこまで悪くはないんですよね。ただ年間を通した安定感には欠けた印象で、その一因に三振率の高さが影響した側面はあるでしょう。全打席に占める三振の割合 25.9% は MLB ワースト2位、コンタクト率 73.6% もワースト4位と、もちろん空振りや三振は長打力のコスト的な側面もありますので、それ自体が悪いとは言えないものの、まあさすがにもう少しバランスは取りたいかなと。フロントもシーズン後の会見で三振を減らしたい意向を強く示しましたし、センターラインのレギュラーはセカンド以外固まっているマリナーズですが、それ以外のポジションの融通は効く状況で、ディポトさんは欲しい選手のタイプとしては具体的に右打ちの外野手、フルタイム DH も必要であれば辞さない考えは示していましたが、コンフの移籍市場でこのようなタイプに当てはまる選手はどれだけいるでしょうか。まずはチーム問わず打線のアップグレードとなりそうな選手から見ていきますが、パドレスのフアン・ソトは当然候補に入ってきますよね。この間25歳の誕生日を迎えましたが、それとは思えない文句なしの完成度の打力で、今季ホームラン35本、 WRC+155、 攻撃力がありながら三振率も 18.2%、 コンタクト率 82.3% と優秀で、なんなら三振以上のフォアボールを選んでくるような選手ですので、マリナーズがコンフ打線の課題に取り組みながら大幅に攻撃陣を強化したいなら、やっぱり外はトップクラスの選択肢でしょう。パドレスはチーム編成的に若手の先発が欲しい状況にありますが、マリナーズはその気になればそのニーズを満たせる数少ないチームですし、ミドルマーケットのマリナーズが彼クラスのバッターを獲得できる貴重なチャンスではあります。まあもちろん課題はあって、外の残りの保有権はあと1年、スコット・ボラスを代理人に持ちますので、よっぽどのことがない限りは1年限定のレンタルになるでしょうし、しかも対価はきっとすんごいことになりますので、サステナビリティをたびたび口にしているマリナーズフロントがトレードに踏み切るかは怪しい気がしています。次は大谷さんですね。ディポトさんは6年前に大谷さんが MLB に来た際に本気で彼を追いかけた実績がありますが、その思い自体は変わっていないでしょう。大谷さんは必ずしも三振が少ないわけではなく、コンタクト率も高いわけでもないですので、フロントの希望するタイプには必ずしも合致しないのですが、今季 MLB トップとなる WRC+180 という化け物じみた成績を叩き出している時点で、まあそんなのはどうでもいいというか、さまつな問題というか、マリナーズ攻撃陣はフリオ頼みの側面があり、まあ今季は JP クロフォードもめちゃくちゃ頑張っていましたが、やっぱりフリオのチームという感は拭えませんので、もう一人彼と一緒に打線を支える存在がいたらやはり心強い。大谷さんが来たら大きな援軍にはなりそうですよね。まあそれも本当に来るチャンスがあるならという話で、史上最高の FA 選手獲得のチャンスがマリナーズに果たして本当にあるのか、あったとして年俸$40,000,000以上はおそらく確実な中で、将来のペイロールにも大きな縛りは出てくるはずです。サステナビリティを歌うマリナーズがどこまで突っ込むのか気になります。大谷さんと同じ DH マーケットでは JD マルティネスという選択肢もありますね。レッドソックス時代終盤は少しずつバッティングに衰えが出てきたかなと思っていたら、今季ドジャースで見事に復活し、4年ぶりのシーズン30本以上、WRC プラスも135と、コンフの野手の FA 市場ではトップクラスの成績を残して市場に再度出てきました。マルティネスは来季が36歳のシーズンですので、おそらく2年程度の比較的短い契約をまとめられるはずで、長期的な編成に影響を及ぼさずに打線を強化できる点は、マリナーズにとって魅力的かもしれません。フルタイム DH も辞さないという話もマルティネスみたいな選択肢があるからとも考えることもできるでしょう。ただマルティネスで気になるとしたら、今季意外と三振が多く、三振率 31.1% はキャリア最多。今後もそのトレンドが続くのであれば、必ずしもマリナーズの課題にはフィットしないかもしれない点と、短めの契約で進むメリットと表裏一体ではあるんですが、30代後半衰えへの懸念は当然ながらあるでしょう。フロントが希望している右打ちの外野手に当てはまりそうな選手を考えていきましょう。まずはルルデス・グリエル・ジュニア。おそらくコンフ移籍市場の中では一番マリナーズの希望を満たす選手かもしれません。今季のグリエルは初めてのオールスター選出にキャリアハイの25ホーマーと、FA 市場出る前にかなりいいシーズンを送っていて、三振率も 17.4% と低め。まあこれはどんどん振るタイプであることも影響していて、三振が少ない分フォアボールも少ないですので、総合的な攻撃力という点で全部評価できるわけではないんですが、平均以上には打てますし、レフト守備も今季大幅にプラスを稼ぐなど、攻守のバランスは悪くないのかなと。
平均以上のレギュラーとしての活躍は十分見込めそうですが、一方でここ3年 WRC プラス110くらいでとどまっていて、多分攻撃力の天井もこのあたりとは思いますので、その選手にあまりに大型契約を提出するのは少し怖さもあります。4年契約以上あるいは年平均2000万ドル以上とか出したくないタイプでありますよね。獲得するなら3年総額5000万ドル台あるいはそれ以下でまとめたいところでしょうか。続いてトレードターゲットになりますが、オリオールズのアンソニー・サンタンデール、保有権が残り1年ですのでトレードの可能性はあると思っています。オリオールズ打線の中軸として今季28ホーマー、 WRC プラス119と結果を残していて、三振率は 23.2% と少なくはないものの、空振り自体はそこまで多くはなく、また2022年は三振率 18.9% でしたので、いくらか三振を減らす素養はあるのかなと。またサンタンデールはスイッチヒッターですので、プラトンを重んじるマリナーズにあって柔軟な起用を可能にしてくれる選手にもなってくれそうです。移籍にあたってちょっとどうなるか不安な点としては、ホームでの成績の方がいい点で、ホーム WRC プラス125に対して敵地では113。もちろん全然悪くはないと思いますが、ボルティモアでの方が輝く選手という可能性はありそうです。続いてのトレードターゲットはちょっと枠にとらわれない格好で考えた選手になりますが、エンゼルスのテイラー・ウォード。2020年から三振率を年々減らしていて、それでいて平均以上にフォアボールを選べ、ボール球も追いかけませんので、マリナーズが信条とするゾーン管理の面でも大変魅力的な選手と言えるでしょう。しかもウォードは保有権があと3年も残りますので、中期的なレギュラーとして期待できる点でも獲得を検討する余地はあるのかなと思います。ただ当然ながら保有権が3年も残っているということは相当な対価が必要となってきますし、ましてや同地区とのトレードになりますので、他球団以上のパッケージがないと獲得が難しいのかなと。さらには顔面にデッドボールを受けた影響も未知数という点で、必要な対価の割にリスクは大きいかもしれません。まあそもそもとしてエンゼルスは再建に突入するつもりはないようですので、ウォード放出の可能性は限りなく低そうではあるんですけどね。続いて必ずしもフルタイムの外野手ではないかもしれませんが、今回考えながら個人的にちょっと面白いかもと思ったのが、レイズのハロルド・ラミレス。コンフ2回目の年俸調停予定で、同じポジションにはヤンディ・ディアスやルーク・レイリーなどいるレイズのチーム状況からしてトレードは割とあるんじゃないのかなと。三振率 18.2%、フォアボール率 5.1%、ただ打率は3割1分3厘と典型的な打てるフリースインガーというタイプで、アベレージが低かったマリナーズ打線に異なるアクセントを加えてくれそう。特に左投手相手には WRC プラス173と滅法強い選手ですので、シーズン一番大事な時期に左投手相手に8番 DH ハガティとかやっていたチームにはとてもありがたい選手かもしれません。ラミレスは今季 DH のプレーが圧倒的に多く、外野とファーストをわずかに守った程度ですが、マリナーズに来るなら DH 中心、たまに外野を守る感じで起用しつつ、今年振るわなかったフランスの保険にもなってくれそうですよね。基本はプラトーンで進化を発揮する選手ですので、対右でサポートできる選手は欲しくはなってきます。次はかつてマリナーズが追いかけた選手でもあるウィット・メリフィールド。2021年のトレードデッドラインでは獲得に興味があると報道されたこともありました。パワーはそこまでありませんが、三振は少なく、コンタクト能力も平均以上、アベレージもそこそこ残せます。現在34歳ですが、スプリントスピードも MLB 上位 15% と申し分なく、年間20盗塁から30盗塁くらいは期待できる点、レギュラー陣の機動力もアップできますので、攻撃の選択肢も広がるかもしれません。ポジションはセカンドとレフトというマリナーズに絶妙に欠けたところを守る点もいいですね。ただメリフィールドはこういうタイプなので仕方ないですが、打球指標に優れる選手ではなく、下手したらコルテンを 2.0 化する可能性はありますし、あとはメリフィールドにできることに関してはムーアやハガティである程度賄えてしまいますので、今更このタイプの選手が必要かはやや疑問です。そして最後は外野手ではないですが、マリナーズが永遠に埋めることができないセカンドの選手としてヤンキースのグレイバー・トーレス。 WRC プラス123となかなかの攻撃力を今季見せまして、三振率 14.6% は MLB 上位 9% の高水準、他方でフォアボール率も 10%、 空振り、ボール球、スイング率も平均以上と、アプローチの面でもマリナーズが好みそうなタイプのように思います。保有権が残り1年しかないのでレンタルにはなってしまいそうですが、マリナーズフロントは夏にダイヤモンドバックスから獲得した二遊間の有望株ライアン・ブリスを非常に気に入っているようで、むしろブリスまでのつなぎという意味で1年しか保有権がないのはマイナスとならないかもしれません。トーレスはフィールド全体を使うバッティングが持ち味で、シアトルではヤンキース時代ほどのパワーは発揮できなさそうな気もしますので、そこはどうかなという感じですが、二遊間の FA 市場にはほとんど目星い選手がいないコンフ、セカンドを大きく強化したいならトーレスは狙いたい選手ですし、仮にヤンキースがトレードを検討するのであれば動向が気になります。ということでマリナーズが狙いそうなタイプの選手を考えていきましたが、昨年オフの補強はことごとく外し、それが1年通して足を引っ張ってしまいましたので、もう本当に頼むよと、勝率5割4分発言なので炎上したディポトさんではありますが、フロントも打線に対する課題認識をしっかり持っていると信じていますので、補強で示してほしいですよね。今回は9人ほどバーッと上げましたが、他にもマリナーズにフィットしそうな選手がいればぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。